スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。あ、そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前から妹さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたらきっと価値のある情報が手に入るよな。よし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。ほら、七天神像のあるあの大きな岩に登ってみようぜ。スメイルシティは見えなかったとしても近くに村があるかどうかくらいはわかるんじゃないか。あ、ちょっと待った、あそこ通行人がいるぞ。ひひ、道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きたいんだけど。あれ、聞こえなかったか、うん、おーい、そこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ、オイラたちが呼んでるのは絶対聞こえたはずだよな。なんでこっちを向いてくれないんだ。まあ、そっけない態度だったけど、遠くからあいつについていけば人のいるところにたどり着けるよな。そしたらまた他の人に聞こうぜ。ほら、バレないようにこっそり追いかけようぜ。あれ、あそこの小さな滝のところで姿が消えたぞ。早く行ってみようぜ。うい、この洞窟は村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど、違ったみたいだな。見ろ、あそこに座ったぞ。まさかここに住んでたりしないよな。どうする、もう一回あいつに聞いてみるか。はぁ、そうだな、せっかく出会った通行人だしな。たとえオイラたちを歓迎してなくても、なんとか話してみて方向だけでも示してもらえたらいいよな。あれ、なんかすっきりする匂いだぞ。あの香炉から出てるやつだな。質素な住まいだけど、こんな香りの中で瞑想できるのって悪くない暮らしかもな。あ、お前どうしたんだ、急に顔色が。
そんなに気分が悪くなったのか。でもオイラは全然平気だけど。こんなに時間が経ったのに。焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったらきっと大丈夫だ。あ、起きたか。あ、よかった。やっと目を覚ましてくれたぜ。ここは、お前が気を失ったんで動転しすぎてここがどこなのか聞き忘れてたぜ。ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、今は主に森を守るレンジャーが使ってる。こんにちは。私はコレイ、見習いレンジャーなんだ。今日師匠と見回りをした時、気を失ったお前を見つけてここに連れてきた。いやいや、私は何もしてないよ。ところで具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは師匠が調合してくれた薬草スープだ。お前が気絶してる間にちょっとだけ口の中に入れさせてもらった。あ、そうだ、お前の目が覚めたらもう一回飲んでもらわないとダメだって師匠が言ってた。すぐ取ってくるよ。うわ、コレイ、どうした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。後で僕がやるから。ごめんなさい、師匠。アビディアの森、食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ、彼の頭にでも貼って他の人にリマインドしてもらうしかないね。本当に今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。説教しておかなくちゃ。まあ、もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら、今言ったことは忘れていいよ。けど今度またこういうことがあったらモラを出してもらおうかな。どう？元気になった？これが
私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、もう一回説明するね。スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その時洞窟の中ではそのお香が焚かれていた。そのお香は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を刺激してしまう。そして君はその一部の人だった。この説明で伝わるかな。そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば自我はちゃんと保っていたのかとか、何かを見たとか。なるほど。これ、とりあえずパトロール日誌をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。え、どうして？もうしばらく彼らには僕の部屋に泊まってもらう。僕はアミルのところで何とかするよ。ほら、早く行ってきて。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど、しばらくはガンダルバー村で療養してもらって経過観察をした方がいいと判断したんだ。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極められる人なら、僕の説明を聞いてくれれば事態の深刻さがわかるはずだよ。さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまったらしい。精神状態も良いとは言えない。それでも深刻と思えないならこれを嗅いでみてよ。おい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ。今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたらまた突然どこかで意識不明になるかもしれない。それにここには多くの猛獣が潜んでるし、危険なエリアだってある。今回みたいな幸運が続くとは限らない。しばらくは毎日時間通りに薬を飲んで。この匂いを嗅いで不快感を覚えなくなるまでできるだけ単独行動しちゃダメだから。いいね。もうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はあ、なんてこった。スメールに着いたばっかりでお前がこんなことになっちゃうなんて。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちはオイラにもわかるけど、今のお前は確かにまずいぜ。まずは元気になってくれ。おい、オイラの話を聞いてるのか？オイラ心配してるんだぞ。変？お前の体のことか？ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でも、あれが幻覚じゃなかったら、なんだって言うんだ？お前の体質は特殊だからな。その判断を信じるぜ。でも、だったらさっき、なんでそのことをティナリに言わなかったんだ？今、あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだけど、お前の体がどんどん悪くなったりしないよな？え？じゃあ、
ケナリはお前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて、わざとオイラたちをごまかそうとしてたってことか。なるほど、だからさっきは黙ってたんだな。だったらここで静かに休んで体を回復しながら、お前が見たものの真相を解明しようぜ。でも直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。お前何か案があるのか。おお、コレイはオイラたちに親切だしいいかもな。明日はまず送信やスメイルの風土と気質について聞いてみよう。朝だぜ。さあコレイを探しに行こう。よし、次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。わかった？うん、わかった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど。今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに全然役に立ててない。そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたからにはオイラたちも役に立ちたいんだ。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら七天神像の掃除も任せていい？ティナリさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、私に任せて。コレイ、今日は何をするんだ？さっきティナリは七天神像の掃除って言ってたよな。レンジャーがそんなことまでするとは思ってなかったぜ。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構広いんだ。道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠はウリンにある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。パイモン、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから近くに異常がないかどうか見てくれるか？よし、この明かりも大丈夫。あの巨大な岩の上だ。お前たちもこの道を通ったなら気づいたんじゃないか。ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。師匠は気にしないから。そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでこれいい、送信ってどんな神なのか知らないか？それってマハルカデバータのこと？それともクラクサナリデビ？おえ、マハルカデバータ？あ、もしかして前の送信の名前なのか？そうだよ、マハルカデバータはスメールの初代送信様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげで、みんな平和に暮らせるようになった。
スメール人にとって彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも彼女は何百年か前の災いで姿を消しちゃったんだ。その後賢者たちが新しい宗神様を見つけて彼女をスメールに迎え入れたんだって師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って賢者たちは彼女をクラクサナリデビと呼んでスラサタンナ聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから…あとはよく知らない。え？お前も知らないのか？もしかしてコレイはスメール人じゃなかったり？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし話しにくいのか？もしそうだったら気にしなくていいぞ。いやいや違うんだ、隠すつもりはないよ。それにお前たちは私にとって赤の他人なんかじゃない。そのお前たちもアンバーのことは知ってるだろ？おい、それってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらくとどまってたことがあるんだ。その頃私はアンバーにいろいろ助けられて、彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにもあふれていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う、彼女の熱意に触れてあの土地を好きになるんだ。ああ、もう偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かってなんだか親近感が湧いたぜ。でもなんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから言わないことにした。そうだったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。宗神様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間スメールにいなかった上本とかもあんまり読めてなくてごめん。大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。何しろオイラたちはマハールッカ・デヴァータやスラサタンナ聖書すら知らなかったからな。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ？そうだったのか。教えてくれてありがとう。そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。よし、それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。上にあるのが宗神の七天神像だな。今までみたいに心臓に触ってみようぜ。きっと今回も
神が答えてくれるはずだ。見るとこの心臓なんだか小柄な神様だよな。これはマハール・カデバータなのかクラクサナリデビなのか。お前はどう思う？確かにクラは小さなって意味らしいもんな。この心臓の姿はクラクサナリデビの名前にふさわしいぜ。まあいっか、きっとこの辺の情報もそのうち手に入るよな。よし、次は…あ、待てよ、今のはなんだ？オイラの気のせいか？あ、そうそう、小さくて丸くて確かにちょっとキャベツっぽかったよな。でも今のは明らかに生き物だったぞ。びっくりしたぜ。今のが何なのか後で聞いてみないとな。さあ、まずはこっちの仕事を終わらせよう。オイラが飛んで上の方を吹くから、お前は下の方を吹いてくれ。心臓も綺麗になったし、降りてコレイと合流しようぜ。コレイ、戻ったぞ。お疲れ様。登ったり降りたり大変だっただろう。ここでしばらく休憩しよう。コレイ、近くで小さくて植物っぽい生き物を見なかったか？植物っぽい生き物？師匠ならきっと植物も生き物だって答えてくれると思うけど。それは不思議だな。まるで子供たちがよく言う空想の生き物みたいだ。今度みんなに聞いておいてやるよ。ところでお腹空いてないか？水と食べ物を持ってきたんだ。やったー、どんな美味しいものだ。いいじゃないか、コレイはもう知らないやつじゃないんだし。それに食事をする人間の熱意は料理人に対する一番の称賛だぜ。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。やばい、落ちちゃったぞ。平気平気、油脂で何重にも包んであるから中のピタは汚れたりしてないはずだ。はあ、焦ったぜ。これ、うまいぞ。これって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないとオイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でもそんなに気に入ってくれたんなら今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、コレイ。お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。
でもきなりは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでる時たまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしないぞ。要するに誰にだってうっかりすることくらいあるんだ。いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族の人たちはみんな頭が切れてほとんどが人嫌いらしいけど、師匠はとても温かくて親切な人だ。そうだ、氷霊院って聞いたことないか。なんとか派ってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、氷霊院で働かないかって師匠を誘ってた。でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だろ。でもその手紙を読んだ賢者様はきっと怒ったと思う。氷霊院にだって行けたはずなのに、師匠はレンジャー長を選んだ。毎日森の住民を助けたり、部下たちにいろんな知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバー村まで運んでくれたのもティナリだったんだよな。けどやっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だってあいつは道中オイラをずーっと非難するような目で見てたんだ。あ、ごめん、それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンがどうしようこいつ死ぬのかってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で、師匠怒っちゃって。おいお前笑うな。お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今で。お前たちの頭を取りなすにしてやるぜ。私に触んだ。これ、ごめん、オイラそんなつもりじゃ。私は今、いや、そうじゃない、そうじゃないんだ。コレイ、どうしたんだ？大丈夫？あ、うん、平気だ。もう大丈夫。本当に、ごめんなさい。びっくりしたよな。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちも、もう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ？これ大丈夫かな？足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。あ、旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは。コレイを見かけなかったか？コレイならさっき部屋に戻るのを見ましたよ。そっか、どうやら今日は無理みたいだな。また明日にしようぜ。もう疲れた。一晩中考えてみたけど、
コレイがどうしてああなったのか、オイラやっぱりわからないぞ。もう気分は良くなったかな。コレイのところへ行ってみようぜ。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ。コレイは？コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいなのか。心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。これはコレイの持病なんだ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。ティナリ、コレイは一体。場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。コレイは寝てるぜ。病気が治ったらまた来よう。さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く、君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレイも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリ、コレイは何の病気にかかってるんだ。持病って言ってたけど、まさかずっと前から病気だったのか。そうだ、コレイはまだ小さい頃にマリン病という病を患ってしまった。マリン病？これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることからその名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、時には感覚がなくなることもある。そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ結構怖くないか。まさかこの間コレイがうっかりしたのも原因は。うん、マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけど、マリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイをファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイだって？ファデュイを知ってるんだね。説明する手間が省けるよ。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は彼女にとって
決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、未だに人から触れられた時、恐怖を感じてしまうことがある。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン、コレイからの伝言がある。昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。それからごめんなさい、ずっと病気のことを黙っててとも言ってたよ。コレイは何にも悪いことしてないじゃないか。謝る必要なんかないんだ。うん、その言葉は次コレイに会うとき自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ティナリ、任せてくれ。まあひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でもコレイがガンダルバー村に来た当初は確かに今よりずっとマシだった。あの時彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもうやめておいた方がいい。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから話はここまで。連れて行ってくれティナリ。オイラたちもコレイのために何かしたいんだ。まあいっか。だけどウリンは危険だし、旅人も療養中なんだから、道中は僕の指示通りに動いてね。いい？ああ、分かったぜ。じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。マリン病患者の体力を回復してくれる。ティナリ、その植物はどこに生えてるんだ？サウマラタハスはウリンに点在してる。ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタハスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱと萼で、花はその真ん中にあるすごく小さなやつなんだ。あとスメールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタハスはつる植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。そうなんだな。うっかりしてたぜ。ティナリと植物の話をするのは早計だったよな。サウマラタハスはこの近くに生えてるはず。手分けして探そう。君たちは4つ取ってきてくれたらいいよ。十分な薬草が取れたらこの近くで落ち合おう。なかなかいいね。よく選んでくれてる。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで時間を節約できた。おかげでついでに他の薬草も取れそうだよ。
おい、ティナリさん。ティナリ、誰かがお前を呼んでいるぞ。服装からしてレンジャーみたいだな。うん、知り合いのアミルたちだ。みんな出発したばっかりなのにもう帰ってきたの？行ってみようか。まさかここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリさんを探そうとしていたところだったんだ。何かあったの？ついさっきシーキを見つけたんです。シーキ？君たちのルートは1週間前に徹底して片付けたばかりなのに、こんなに早く現れるなんて。具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は過酷の狭いエリアをほぼ塞いでたから、すぐ戻ってティナリさんを探すことにした。半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし、地域はまだ拡張し続けてるみたいだったので、あまり近づかなかったんです。うん、その判断は正しい。今すぐ片付けに行くから、君たちはこの二人をガンダルバー村まで連れて戻ってあげて。待てよティナリ、なんでいきなりオイラたちを帰らせるんだよ。ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況もわからないか。スメールのウリンでは今一部エリアに独特な異変が起きてるんだ。そのエリアを地域と呼んでる。地域は植物を枯らすだけじゃなく、動物や人の命まで奪う可能性がある。だから神の目がないものは近づいちゃダメだ。そういうことなんだ。この前ウリンには危険なエリアが存在すると言ったのも、君たちを脅かすためじゃない。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが一定時間地域の侵食に耐えられる。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ位置を記録して、ティナリさんのようなプロに任せるのが仕事だ。何しろ地域の内部に足を踏み入れ地域を除去できるのはティナリさんたちだけだからな。でも神の目を持ってないみたいだが。安心しろ、こいつは確かに神の目を持ってないけど、元素力を使うことに関してはベテランといっても過言じゃないぜ。へえ、どうやら君についての噂は本当らしいね。だったらいいだろう、一緒においで。いつもは旅の人がガンダルバー村を離れるとき、地域を見分ける方法だけを教えるんだけど、今日は現地でできそうだ。ストップ、もう進んじゃダメ。前を見て。前、あ、あそこら辺が灰色で植物も枯れてるみたいだ。空気にも灰のようなものが漂ってるし、うん、鳥肌が立ったぞ。それが地域さ。旅人、僕はこれから地域の内部に入る。中には地域の病変があって、それを破壊できればこのエリアを救えるんだ。
ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし、無理だけはしないで。元素力を持っていたとしても、中に入るときっと気持ち悪くなる。もし耐えきれなかったら外に出て休んでて。何しろこれは命に関わるからね。さあ行こう。まずは地域を維持してる枝を探そう。よくできました。すべての枝が処理できたから、これで地域の腫瘍を処理できるよ。全力攻撃！やった！今だ！地域の腫瘍を破壊して！君が助けてくれたおかげで、こんなにも早くここを正常に戻すことができたよ。ティナリ、そう言ってるけど、なんだか冴えない顔だな。え、そんなにわかりやすかった？わかった。説明するよ。最近、地域の出現頻度がますます増えてきてさ。さっきみたいに、地域を除去しても、間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、地域はウリンのあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えば、さっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際、植物の数がかなり減ってる。この変化は、植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。結果、ウリンの生態系が不安定になりつつあるんだ。それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。え？なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、教練員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。
世界樹を知ってる？世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。まあ大きな木が逆さに生えているとでも考えてもらえばいいかな。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。うん、遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いたけど、その神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ、話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。ティナリさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた地域はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。ティナリ、いきなり駆け出してどうしたんだ？この迷彩帳はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日、ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから、早く助けてくれって書いてあるんだ。ずっとあそこに座ってたのか？って、それよりなんで3本の線からこんな多くの情報がわかるんだよ！こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや、あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？え、オイラたちがか？でもハイパシアのところにはパラハームがあるだろ。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。俺、もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ。だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をした時、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ。そう、あれは幻覚じゃないけど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら、君が見えるものはスメール。さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。
僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど本当に答えてくれるのか。初めてあいつに会った時オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。はい、ハイパシアへの弁当、これで彼女を助けてあげて。それからこっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。いいんだ、こちらこそこの数日間はいろいろとありがとう。洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。ハイパシアのことはよろしく頼むよ。僕はコレイに薬草スープを作らなくちゃ。さっき取ってきたサウマラタハスは新鮮なうちに薬にして飲むのが一番いいんだ。安心してよ、薬を飲めばコレイもきっとすぐ治るから。ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。食べ物でも探しに行ったのか。オイラ、近くを探してくる。ここにいたのか。あれ、ハイパシアじゃないか。どうなってるんだ。お腹が空いた。寝相けど今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。待った、急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ。
外に出て確認しよう。お腹が空いた。あれ、洞窟の外がどうしてこんなことになっちゃってるんだ。一体何が起こって、オイラたちはどこにいるんだ。そうだよな。それじゃ周りを調べてみよう。周りの景色が突然変わったのか？左右
みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。雨描きがたし、この剣はわかるかい。夜の幻言。場所だな。一体どうなってるんだ。なあ、どうしたんだ。なんだか不安そうだけど。旅人、また会ったな。アビスの使徒だ。おいお前ら、この変な空間で陰謀を企ててるんじゃないだろうな。変な空間、陰謀そんなことはまだ知る必要はない。アビスに使えよ。全力攻撃だ。歌よ認識と姿を見、信頼感度はびこえ。アビスの強なり。夜の剣、雨描きがたし、はびこえ。はぁ、やこいつらとは
ビ人よ。これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽きり、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか、それとも現実とは向き合いたくないか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なものだが、もう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの。あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか。もしかしてあなたもご覧になれるんですの。オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか。それに変な夢を見た。うー、不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、
あの小さな生き物は一体何なんだ？私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです、彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ、きなりからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。すみません、果汁をたくさん飲みましたのにまだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹空いたしな。話は後にしよう。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ？この2つはオイラたちの得意料理だからな。わー、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。オイラが洗っておいたぜ。おー、いい匂いだな。この弁当見栄えもなかなかだ。さあハイパシアと一緒にご飯を食べよう。私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教霊院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ？パラハームの主な原料はマハールッカデバータが創造した植物ですから、宗神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。宗神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。
大樹とつながるお方、飲み込みがお早いんですのね。わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ？それは彼の特殊体質によるものでしょう。歩行によって宗神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ宗神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おお、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ、学者ですもの。私は強霊院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできませんけれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか？ハイパシア、お前はそれが怖くないのか？怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと宗神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんて、おかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。え、そうなのか？ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性けれど、夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。そうですの、夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカデバータの恵みによって、人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して強霊院の生徒になり、研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなったけれど、あの日私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで、本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くなら、こんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。
わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。形はせ、ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろう。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界樹が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある。気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。ほっほっ、この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前、はあ、もういいよ、行くとしよう。別に。教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ？ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけどあの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。
僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るとき、あるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど、試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね、スメールを知恵の都市にした礎だって言う人もいるくらいだ。使い方は教練員の人が教えてくれるから、僕は出しゃばらないでおくよ。よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。でもその前に。その通り、ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうから、そこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリ。それじゃあオイラたち行くよ。うん、じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。この件はわかるかい？だな。う、いや、今は行ってらっしゃいって言うべきかな。コレイ、ここで待っててくれてありがとうな。オイラたちこれからスメールシティに行くんだ。うん、安心して。しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それにいつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。私はレンジャーだから。これからもみんなと一緒にウリンを守っていくんだ。それと、ごめんな。最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。コレイ、謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれてありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ？ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど、笑わないでくれよ。うわー、やったー。これでこれからはあの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃ見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。またカンダルバー村に遊びに来てくれよ。私たちレンジャーは最善を尽くしてお前たちを助けるから。見たか？今シティに入ってった人、頭が輝いてたみたいだぞ。ちょいと待った。お二人さん、
あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。うえ、なんでわかるんだ。アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない。その逆で、教練員はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。二人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。教練員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。これがティナリの言ってたアーカー社端末だな。聞いた感じなんだかすごそうだな。二人は運がいいぜ。今まで教練員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは二人へのアーカー社端末だ。どうぞ。もう葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それを起動することができるよ。これを使えば知識が得られるのなら、もしかしてクラクサナリデビに会える方法がわかるかも。とりあえず試してみようぜ。神の知恵の声を聞けますように。うわあ、一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんて、すっごく便利だな。そう、これがアーカー社の力だ。さあ、スメールシティへようこそ。創神様の知恵があんたたちと共にありますように。よし、早速アーカー社にクラクサナリデビの情報を聞いてみようぜ。まずオイラがやってみるぞ。500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。次は創神様に謁見する方法を考える。あれ、これ以上情報を得られないぞ。アーカー社はこの問題に答えられないみたいだ。無理やりこの問題について考えると何かを思い出せそうな、思い出せないような微妙な感覚だな。頭が疲れた。うんうん、お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ。お前も同じ感じか。安心したし。オイラたちはスメールに着いたばかりの外国人だから、その問題の答えを得る資格がなかったりして。
からスメール人はこの亡くなった神を本当に恋しがってるみたいだな。いろいろ試したけど、クラクサナリデミに会える方法は見つからなかったな。やっぱりティナリが紹介してくれた人に聞いてみようぜ。そいつはスメール人で教練員で働いてるみたいだし、きっとアーカー社からもっとたくさんの情報を得られるだろう。ティナリの手紙、住所が書いてあるぞ。門の近くみたいだ。そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。弟よ、バラすんじゃない。これとこれ。こんにちは。ロハウェイってお前のことか。そうですが、何かご用ですか。実はティナリがお前のことを紹介してくれて。何、ティナリだと。あ、いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。え、あ、どれどれ。はあ、びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい。クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか。宗神様に。あ、私の得意分野じゃないがいいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない、アーカー社はこの問題については答えてくれない。え、お前もか。めちゃくちゃ大口を叩いてたから、オイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないかと思ったのに。言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は1階の研究員に過ぎない。アーカー社はきっと私には宗神様の情報を知る必要がないと判断したんだ。だが私の知る限り、クラクサナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り、宗神様はいつも老去なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。じゃあどうすればいいんだ。まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。それにクラクサナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識や、どうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。うん、なるほどな。ありがとう、助けてくれて、それから諭してくれて。遠慮するな。他のこと、例えば教練員で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも教練員で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする。他の人に聞くって言ってもスメールに知り合いなんかいないしな。え、誰だ。あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だったら早くあいつに聞きに行こう。
面倒なことばかり。星と深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか。キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか。はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません、アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人とも、そう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては、冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここでは、エルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は、歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理調整する役割も担っています。30人団、変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスファンドさんは、うちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして、幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスファンド。オイラたち、ちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど。で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、担当直入すぎないか。しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。え、なんでそういうことになるんだ。教霊院を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その信仰対象は今でもマハールッカ・デバータなんだ。奴らから見ればスメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デバータの方で、クラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も教霊院の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それに
クラクサナリデビは一度も姿を見せてないし、教令員も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか？なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。どうかな。全ては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。はあ、みんなの送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はトニアザード。実は私、クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら送信様に助けを求めようとした。送信様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに送信様の姿は見つけられなかった。彼は、はあ、神はきっと私を見捨てたんだって絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは送信様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか？あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在すると。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も送信様の化身みたいね。ロニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。おい、待てよ、どうしたんだ？人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか？ダメだぞ、
せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ、そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。巻いておいたぞ。え、そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。あ、やっぱりあっちからも人が来た。おい、他にも追っ手がいるのか？だったらここに突っ立ってる場合じゃないだろう。早く逃げろ。待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。うん、それがいいかも。港に酒場があるからそっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。見つけられないでしょ。待って、やめて。ディシア、お嬢様、こいつらは何者ですか？彼らは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから、旦那様と奥様はとても心配されてるんです。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍？3倍？少し時間をくれればなんとか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。
私は確かにモラが好きだが、自分の原則を破るような真似はしない。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだとささやくから、あんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして、体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにも、わがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが、何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、あなたは長いことうちにいるんだから、これくらい知ってるはずでしょ。ディシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度を取ったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと話がついたみたいだな。あ、大丈夫よ。安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったら暗草なりデビの話をもっと聞きたいしな。よう、ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。風舞家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。慣れればそんなに悪くないよ。旦那、メニューを見せてくれ。あいよ。ん？こちらの方はひょっとして風舞家のお嬢さん？いやー、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないとね。マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だから、ちゃんともてなしてあげないとね。
りも食べたいけど、オイラたちの財布も豊かじゃないし、やっぱり普通のものにしておこうぜ。だったらデーツナンはいかが？うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。オイラはやだぞ。おい、オイラ得意なスライム料理に不満でもあるのか？ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんな暗草なりデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ？パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。え、本当か？ええ、子供の頃の話よ。私は病気になって、ほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころか、アーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて、何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時、頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ。子供はみんな願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて、叶えてあげられるかも。じゃあ私の病気を治してくれる？ごめんなさい、それは今の力じゃまだできないわ。それじゃあ友達になってくれる？その後、いいわ、私はあなたのお友達よ、という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後、ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる、あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。
読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのよ。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハールカデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話ではクラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、みんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも教練員の影響でみんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハールッカデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。でも過信短日に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカデバータ様が本当に逝去されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいじゃん。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカデバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。あの、周りに他のお客さんもいるからあまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも過信誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、その最初に用意したモラじゃ足りなかったから、ニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、グランドバザールはここから少し離れてるから、おぶって行ってあげますよ。それは大変だから大丈夫よ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。ええ、もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。状況にもなったけど、今はもう平気よ。リシアも私たちの味方になったわ。そう言い切ることはできません。ところでそっちのお二人は？こちらは旅人にパイモン、知り合ったばかりの友達なの。彼らはつい最近スメールシティに来たばかりの旅人なんだけど、クラクサナリデビ様について聞きたいんだって。つまりあなたたちは
クラクサナリデビ様の異国の崇拝者ってこと？あれ？違うの？でも大丈夫。ぜひ家臣探索に参加してね。そうだ、ドニアザード。私たちもうグランドバザールを飾り始めたんだよ。本当にあなたの資金援助のおかげで今回はすごく盛大なお祭りにできる。そうかしこまらないで。私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら。でも心配はいらないよ。シアターの舞台はすでにリフォームできたから。ほら、案内するから見に行こう。うわー、立派な舞台だな。悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね。ズバイルさんはとても心配してたんだ。教令院には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れてシアターの演出はみんな中止になったの。シアターからの依頼だからじゃねえか。教令院の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼らから見ればシアターが二度と開かれないのは願ってもないことだったのかもね。でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか、家臣探索も行えなくなっちゃうでしょ。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木の裏を修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。家臣探索には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは家臣探索のためにあれだけ練習してきたんだもの。今度こそ夢を叶えられるわよね。これは私たちの夢だよ。当日はあなたの分まで頑張るから。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣探索で一番重要な出し物なのよ。ドニアザード、彼らにこのお祭りの由来は話した？マハール・カデバート様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげる。伝説によるとこの日を家臣誕日って呼ぶのは家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハール・カデバート様のお誕生日を祝うためご友人が宴を開いたの。宴の途中、何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱がノリに乗って演奏をし始めた。そしてマハールッカ・デバート様は歌を歌い、家臣様は踊り始めた。家臣様が踊ると彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは、ああ、時間がこのまま止まればいいのに、と感心した。うん。神様たちの話をすると、魔人戦争のことを思い出してしまうって言うけど、スメールの神様たちにも楽しい時間があったんだ。確かに、神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして誕生を祝う伝統が残されてきた。
私のこの服も家臣様の姿を模してデザインされたものらしいよ。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。ニーローならきっと私たちの祝福をクラクサナリデビ様に届けられるわ。舞台の周りにもたくさんのパティソラを飾ってるでしょ。パティソラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティソラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像するとなんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら、いや、たとえ隅っこに本物のパティサラが2つあっただけだとしても私は満足できるよ。そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣探査に興味があるの？だったら参加しない？クラクサナリデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。あの方のことをもっと知りたいならいい機会だと思う。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。もちろん見たいぞ。でもその2つって矛盾しないだろ。それじゃ一緒に家臣探査に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで、家臣探査のことも楽しみにしてるよ。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。お兄さんの髪は金色だし、着ている服も私たちのと違うね。あなたは外国から来たの？知ってる？ここではもうすぐ家臣探査が開かれるんだよ。家臣探査には面白いものがいっぱいで、花の騎士ファーリスもキャンディーを配ってくれるの。ここでの生活はつまらない。家臣探査の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はマハールッカ・デバータ様のためのものなのに、なんで私たちはクラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。マハールッカ・デバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。ここ数年は家臣探査の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。芝居と同じように。今年の家臣探査が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣探術のお祭り料理もあるからな。それに
家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。教練員のやつらが気に食わないって言うなら気に食わないままでいればいい。これがなくちゃ祭りになるもんか。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。教練員はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だけどな。ニーロ、その服素敵ね。初めて会った時と雰囲気が違うわ。家臣探査のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほら、ここニーローが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ。いいな。もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、冠はこんな感じにしてみたんだ。ドニアザードはとても綺麗だから、これをつけるとまるで家臣様みたいだね。おい見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか？ふんふふん。そういえばキャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。わあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。オイラはてっきりキャサリンはどんな時でもまずは明日深淵を目指せって言うんだと思ってたぜ。確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのは、まるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか？あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ？確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだキャサリン、お前はなんでここに来たんだ？好きというより最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜキャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。なんだかこの町の人たちとのつながりを深められた気がするぜ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは先に失礼いたします。
今日のキャサリン、確かにいつもと違うみたいだな。旅人、パイモン。どうしたんだ、ディシア。お嬢様は、あんたらが送信に合う方法を探してるのを知ってるだろ。実は、お嬢様があんたらを手伝いたいようでな。私はあんたらを導いてやれるかもしれん。本当か？やったぜ！でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くから、ついてきてくれ。お嬢様は少し疲れて、ニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから、後でレグザー町の前で会おう。レグザー町でディシアを待とうぜ。遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労だったぜ。でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだの久しぶりだ。あんたたちがいなかったら、今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。ディシア、お前初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。じゃ、私はボディーガードだぜ。それにお嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。あのな、この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。これはこれは、ディシアじゃないか。なぜここに？おっと、なんで君たちまで一緒にいるんだ？へえ、あんたら知り合いだったんだな。おう、実は冒険者協会の人がクラクサナリデビの情報を聞けるかもって紹介してくれたんだ。なるほどな。おじい、ルコ社の兄さんはいないか？兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが、この二人にも教えていいか？あいつは教霊院に戻った。近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。各地に分散している人ではみんな呼び戻さなきゃならないんだ。まあ君がそう言うのなら、この件を二人に教えてもいい。ありがとな、星。一体どんなことなんだ？実は以前、教霊院はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してるものみたいだから、彼女に会うのに役立つんじゃないかと思ってさ。それはいささか独断的だな。俺に言わせればむしろこの件は教霊院の方と関係が深い。簡潔に言うと、先日教霊院が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行った時、道半ばで品が奪われたんだ。情報が漏らされていたせいでな。大賢者はこれをとても重視してたもんで、マハマトラを出動させただけでは終わらず、俺たちも捜査を手伝っていた。そして大方確定できたのは、今そいつがオルモス港にあるってことだ。オルモス港は知ってるか？スメールで一番大きな礁港なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば港口に着く。教霊院もそこまでは管理できないし、雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。
なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。俺の立場ではこれ以上は言えん。興味があるならオルモス校で情報を集めればいい。一つコツを教えてやろう。教令院の学生だと名乗れば話は簡単になるはずだ。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか？オルモス校に行って何をするんだ？興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス校に行くなら気をつけた方がいいぜ。スメールシティにいるのと違って規則を守らないエルマイト旅団もいるからな。スカーレットキングのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて、最近ものすごい速さででかくなってるからおじいたちも困ってるんだ。そうだな。砂漠のスカーレットキングは何千年も前に亡くなってるのに、今頃復活するなんて噂が広がるとは馬鹿げたことだ。みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってても自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、リシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし、早速オルモス校に行ってみようぜ。お嬢様は過信短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前に帰ってきてくれよ。ああ、過信短日にまた会おう。動くべきだ。皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。交渉成立だな、毎度あり。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてないようさ。それに君たち知ってる？賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな将校だ。でもリシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃあ早速調査を始めようぜ。教令院が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教令院の研究施設はないらしいぜ。教令院がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。いらっしゃい。何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令院に入学して卒業するのは
それはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞けます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教練員より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教練員の学生がいるでしょ。あの人たち、数日前にここに来てからずっと冴えない顔をしているんですよ。やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカー社が教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。ダメだ、役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。ここ最近オルモス校じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確かアフ…なんとか言ったっけ。アフマルの目だ。実は今日ある情報が手に入った。この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか。オルモス港にはあのものの取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はあ、おしまいだ。これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。今のオイラの聞き間違いじゃないよな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。だってさ、知識って買えるものなのか。どうするんだ。でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前本気なのか。分かったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。このタバーンだな。とりあえずどっかに座って、あいつらの言ってた人たちがいるかどうか確認しようぜ。おっと、お二方いらっしゃいませ。どうぞお座りください。やつらごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっとやつらを真っ先に始末するぜ。もちろん奴らを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回は奴らも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団の奴らなんざみんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って俺たちの神様を迎えることができるはずだ。
なんだかスカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのはこいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレットキング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。調整した方がいい。おかしいな、なんでここにカイラギが現れるんだ。何者だ、なんか用か。学生教令院の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。はあ、どういうつもりだ。悪い、こいつは間違って出しただけなんだ。おい、危ない真似するなよ。モラは惜しいけど今は渡すことしかできないよな。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら言って選べよ。行かねえ。そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に実は興味があるんだ。オイラたちは、その考古学を研究してる学生だからな。いいだろう、その太っ腹に免じて教えてやってもいい。お前たちもわかるはずだろ、我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者だ。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。発展具合は今のスメールよりはるかにすごかったんだぜ。スカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だった。だが残念ながらスカーレットキング様は信頼していた奴に裏切られ、知恵の神という名称まで奪われてしまったのさ。それってそう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレットキング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令院の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。本当に見るに耐えないぜ。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。スカーレットキング様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも、自分の神を忘れた砂漠の民にも全部蹴りをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教令院のやつらに話すことはねえ。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって。またてめえか、この教令院の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるために、あちこちで物の情報を提供できると喧伝している。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。
一体どういうつもりだ。何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教練員の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが面倒だからな。でもてめえみたいな気狂いに対してなら話は別だ。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイワットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃない。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。なんだと。よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか。兄貴、この気狂いが。わかった。てめえが本気で死にてえのなら、1週間後の午後4時、ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼らの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは食事代だってまだ。ランナ、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で忙しいようだ。それは、君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ。エルマイト旅団のやつら、オイラたちの村を置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。あっちに行ったぞ。早く追いかけよう。行ってくれ。お代は払わなくていいから、今日のことはなかったことにしてくれ。したか。いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。ちょっと待てよ。お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。ってことは物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ。どうしてこのことを知りたがっている。学生。あいつらが君と商売をしたのは君のそのデタラメを信じたからではないよ。え？ああ、そうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前、これから
対談するだろ。オイラたちは手伝えるぞ。神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にあのアフンなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけど、オイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう、わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか。そのうちの一人の住所を教えてあげるから、運試しに行くといい。約束の時間に桟橋で落ちよう。君たちが来なくても構わないけどな。あの、商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に物って一体何なんだ？君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分凶霊院と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。それと、君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのはなんだ？これは缶詰知識という。簡単に言えばこれは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存しておける小型のアーカーシャみたいなものだ。これを自分のアーカーシャ端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカーシャとは違い、これは無条件に中身のものを渡すんだ。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながらスメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年、凶霊院から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス港では真に価値のある上物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や凶霊院の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問に答えるのには値しないと思う。まだ諦めないんだな。いいだろう、人が少ない場所で話そう。さあ、さっきの話の続きをしよう。凶霊院のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、あることに協力してくれ。
ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の感性に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに会わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。うん、わかったよ。じゃあオイラたちどうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。うわ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか？確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見たとき、より価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界樹に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、その内容が現在の生活にはあまり役立てられないから価値も高くない。まああくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマドラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマドラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。先ほども言った通り、缶詰知識の所持や取引は教令員に禁じられていることだ。あいつらは勘が鋭いから目をつけられたらひどい目に遭う。
もしやめておくならまだ間に合うが。分かった、交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら身から対象宿に来てくれ。その時には心を開いて話しよう。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってるやつは旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。紙に書いてある方法でこいつと接触してみよう。こんにちは。どんなものをお探しで？お客さんは独特な好みだな。全然甘くないハッラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。仲間に案内させるよ。紙に書いてあるのと同じだな。どうやら第一段階は成功したみたいだ。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハッラの実を買いたいらしい。二人を倉庫まで案内してくれ。はいよ、お二方こちらへどうぞ。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ、スメールローズは普通の商品って意味だったよな。つけてるのは東霊下の方だぞ。ほっと、こりゃ失礼、間違いでしたな。びっくりしたぞ、抜き打ちまであるのかよ。お二人とも倉庫はこの先ですぜ、ついてきてください。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや耳鳴りがするようなハッラの実って想像するだけで怖いぞ。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で？あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ、早く逃げろ。何、マハマトラ、どこにいるんだ。奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが言ってたよな。オイラたちも早く逃げよう。オイラたちはここに慣れてないから情報屋の後を行こうぜ。
ありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか？本当に逃げなくて大丈夫なのか？ドリーさん、この方々はハッラの身を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって？お前がドリーなのか？てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの？私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。あれあれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか？なんだかあまり嬉しくないけど。モラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。この数だとマハマトラに捕まったらきっとヤバいよな。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。特別価格35万モラでいかがかしら。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか？あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事につけましてよ。うん、これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ。値段交渉はしませんわ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。これくらいにしとこうぜ。おやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に百歳、いや千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい、聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも
今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上したんだ。もうちょっとモラを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター、10万払うぞ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。待てよ、自由に選べるんじゃないのか？なんでそっちのやつは選べないんだ？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか。なんで？いずれにしても全部100万もする缶詰知識なんだから、あまり悲観的になるなよ。モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え、これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば、本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお答えしますの。ドリーとの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。俺を信じろ。これで強霊院がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。モラモラ、キラキラとしたモララ。あら、お二人とも何か必要なものがあればいつでもお越しくださいましね。来たか。君たちのその表情、どうやら成し遂げたようだな。わあ、なんだか強霊院の人がたくさんいるぞ。なんで待ち合わせ場所をこんなとこにしたんだ？そもそもウィカラ大将宿は強霊院の管理下にある。強霊院の者がここで働いているのも当たり前のことだ。俺がオルモス港に来たのも表向きにはここの公務を処理するためだ。お前って本当に大胆なやつなんだな。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がないからな。それにここにマハマトラは来ない。では早速ドリーと会った時の状況を教えてくれ。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。今なら強霊院がなくした缶詰知識のことを教えてくれるよな。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ？
もちろん答えなくてもいいが。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。でもスメールに来てからだいぶ経っても方法がなかなか見つからなかったんだ。そしたら教練員がなくしたあるものが神と関係してるかもって聞いた。だから一か八かって思ったんだ。それなら君たちの方向性は間違っていない。この間教練員は砂漠である缶詰知識をなくした。なくしたのは神の缶詰知識。それを使えば神の知恵が手に入るそうだ。おお、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら送信に合う方法もお前の妹さんのことも分かるようになるんじゃないか。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑っている。だがそれは確かに存在していて、今はこのオルモス港のどこかにある。どこにあるんだ？それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なのか俺は興味があるし、解明したいと思っている。もちろんオルモス港のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がとても貴重だというだけでなく、中身の知識は多くの力や富をもたらしてくれるかもしれないからな。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、最終的な勝者はまだ決まっていないらしい。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だからいろいろ試した末に俺はいくつかの旅団と簡単な契約を結んだ。俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会を与えてくれると彼らは約束した。まあそれを解明したって彼らに損はないからな。だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。例えばアフマルの目の人たち。彼らは神の缶詰知識にスカーレットキングの力があると信じている。スカーレットキングを世に蘇らせるためにそれを手に入れたいようだ。だから彼らは教練員の者がスカーレットキングの精神を汚すことを決して許さない。あいつらがお前と協力してくれないからこの前お前は奴らとやりとりをしてたんだな。そうだ。アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るためにあらゆる卑怯な手段を使って金を集めているんだ。だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで俺に向き合って話をしてもらおうとしてる。神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、物がこっそり商社に渡される。各旅団は品物の安全を守るため、またマハマトラを警戒して自分が神の缶詰知識を手に入れたことを宣伝はしない。もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、彼らとの約束も果たせなくなる。情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。しかし君たちがいてくれたおかげで状況は好転した。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは神の缶詰知識の行方を探すためか？うん、そう思ってくれていい。君たちにとってもデメリットは一つもない。あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する情報を買うんだ。もし情報がないと言われたらもう2日待ってからまた行くといい。
俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。これが報酬でどうだ。それではまた明後日に会おう。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも缶詰知識を1個買ったんだけど、その使い方が全然わからないんだよな。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか。いいだろう、使い方を教えてあげるよ。だが教令院の人々の前でそんなことを教えるのは少し難しい。ここを出よう。マジかと思ったけど、こんなもんなんだ。ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ。片手剣の戦闘技術8。実戦系の缶詰知識か。この手の知識はそうあるものじゃない。ほとんどはエルマイト旅団の人が戦闘力を高めるために使ってしまったからな。本当か？よかった、いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君がすでに強い実力の持ち主であれば、大きな進歩を遂げるのは難しいと思うが、そうだな、対象実験を行うのはどうだ。この缶詰知識の使用前と使用後にそれぞれ1回ずつ戦おう。俺はアーカーシャ端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから安心してくれ。卒業できない学生じゃなさそうなのに、なんでマハマトラに狙われるリスクを負ってまでこれを扱おうとしてるんだ。学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。これは定理なんだ。なんだかごまかされたような気がするぞ。もういいだろ、テストを始めよう。いつも通り戦えばいい。今君のアーカーシャ端末に接続しデータを記録する。ではこの缶詰知識を使おう。これを手に持って君がこれと接続できるよう手伝う。そうすれば君はこの力を活性化できるようになる。ならもう一回戦いに行こうか。さっきみたいに平常心でやればいい。ではデータをもう一度記録する。アルハイゼン、どうだったんだ？君たちの買った缶詰知識は確かに彼の戦闘能力を向上させたよ。
2回目の戦闘時の戦闘機能データは1回目と比べて 0.073% アップしたな。待て、いくらだって？やっぱりあの悪徳商人、オイラたちを騙したんだな。これは100万どころか10万ものにも値しない気がするぞ。まあ、そもそも彼が強い実力を持っていた場合、缶詰知識の内容ではこれ以上大きく成長させられないかもしれないさ。少なくとも今回のテストを通して俺は君たちのことをもっと知ることができた。君たちとの取引はお得かもしれないと思えたよ。俺は先に大正宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そうだ、これはドリーに情報を聞くための経費だ。彼女の提示した額を払えばいい。ですわよ。お客様たち、またまた早くもお会いしましたわね。今回はどういったご用件で？缶詰知識であろうが何であろうが、ポケットにモラががっぽり入るならどんなものでも差し上げてみせますわよ。ドリーはオイラたちが欲しいものなら何でも用意できるのか？あらあら、その言い方、缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。おさすが、あなたたちのような気前のいいお客様は普通の缶詰知識なんてアウトオブ缶中なのですのね。ただその情報は決して安くはないですが、何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ。それに情報を漏らしたのが私だと知られれば人に狙われますわ。でもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ。しかもなんでちょうどその情報を持ってるんだ？私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが商品なんですの。商売をするためにはお宝たちの状況を常に把握する必要があるのですわ。それに情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから、ごまかしは通用しませんわ。さすがお客様、毎度ありがとうございます。代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いてくださいまし。神の缶詰知識は昨日アフマルの目の棟梁であるミズリさんによって確保されましたわ。アフマルの目？あのスカーレットキングを信奉するエルマイト旅団か？おーら、お客様もよくご存知ですのね。アフマルの目は神の缶詰知識にスカーレットキングの力が宿っていると信じてますので、そのために全力を尽くしているのですわ。さすがは神の缶詰知識。今まで見たことのないような真っ赤な輝きを放っていましてよ。私が撮った写真にも神の缶詰知識がはっきりと写っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいんですの。お二人のように知識の豊富なお客様がいてくださるなんて、昨日の苦労は無駄ではなかったんですのね。今後も何かあればいつでもお越しくださいまし。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。まさか本当にアフマルの目の手に渡っちゃうなんてな。早くアルハイゼンのところに戻ろうぜ。アルハイゼン、情報を手
そうか、どうだった？ドリーから取引の証拠をもらったんだ。見ろ。ほう、はっきり取れているな。エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけでなく、至近距離に姿を隠すとは大した度胸だ。この上に映っているのがアフマルの目の団長ミズリだ。彼の持っている独特な赤の缶詰知識は神の缶詰知識である可能性が高い。こうなると来週彼らとの武力対談で強制的に登場してもらうしかない。アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発するのか最初は理解できなかったけど、今ではすっかり優位に立ったな。あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。神の缶詰知識を貸してもらえるぞ。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間俺も準備してくる。あいつらに会う日の午後3時、あいつらより先にここで合流しよう。ではお先に失礼する。アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。あ、来たぞ。待たせたな。ファロス灯台の前の桟橋に行くぞ。おう、行くぞ。みんなそうか。アルハイゼン、まさかイカレ野郎がまた現れるとはな。この対談は俺から要求したものだ。君たちが約束を守ってくれるかどうか心配だったが、信用できるようだな。かなり盛大に迎えてもらっているようだが、俺の方も助っ人を連れてきた。文句はないな。助っ人？店にいたガキじゃねえか。このイカレ野郎に助けられたからって恩返しのつもりか？いい度胸だ。そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。野郎どもかかれ。あいつら突っ込んでくるぞ。二人とも気をつけろ。って近いな。この件はわかるかい？くそ、キョレインの野郎。ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった、これで。ボス、どうしたんだよ。あいつ一体どうしたんだ。アーカー社との接続を切るぞ。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。すごいわ。
彼は神の缶詰知識を使ったらしい。ああなったのは神の缶詰知識による影響ってことか。それって世界樹の知識を得るとき、学者たちは神の知識に触れて発狂するって話のことか。俺の知る限りでもサティアワダライフの学者が発狂した例はかなり多い。あいつらの様子は同じような状況に見える。どうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。だが本当に噂通りこれを所有して神の知恵や力が得られるものだろうか。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって一体どういう意味なんだ。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も教令院に持ってかれるよな。こんなに近くまで来てたのに残念だぜ。でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて思わなかったぞ。むやみに試したりしてたらオイラたちもああなってたかも。こうなるともうオルモス校にとどまる理由はない。俺たちの協力関係もこれで終わりだ。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中でお前に聞いてなかったんだけど、お前って教令院の人間なんだろ。クラクサナリデビに会う方法を知らないか。実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在で、普段はその存在すら感じられないんだ。しかも教令院には神の知恵を象徴するアーカー社が存在する。学者たちには自ら神との接触を図ろうとする理由がない。そうなのか。クラクサナリデビって神秘的なやつなんだな。俺は教令院に戻るつもりだ。君たちはどうする。もうすぐ過信短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから、少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。じゃあな。さてこれを先に処理するべきか、それとも上へのレポートを書くべきか。